英語学習の時間がやってまいりました。 How are you doing everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか。最新ニュースを使いながら英語力そして情報力上げていきましょう。海外で利益拡大、真のグローバル会社へということで、ユニクロを運営するファーストリテイリングですけれども、利益が伸びている、収入が伸びているというこのニュースを使いながら、どのようにどこで業績を伸ばしているのかということを踏まえながら、英語力情報力どんどん上げていきましょう。まずはじめに英語字幕ありでこの NHK ワールドニュースを見て、アウトラインニュースの概要を捉えていきたいと思います。次に NHK ワールドキャスターの上手な英語を真似しながら、私たちもしっかりと英語を声に出して、日本人が苦手と言われているスピーキング力どんどん上げていきながら、難しい単語表現、そしてニュースの詳細の意味、日本語訳も使いながら見ていきましょう。3番目は総仕上げということで、英語のリスニングと NHK ワールドニュースの映像だけでしっかりと英語を聞き取りながら、詳細理解できるのか、学習した単語表現しっかりと覚えているのかチェックしていきましょう。平均休暇時チャンネル、英語学習に使える、そして英語を学びながら最新のニュースで情報力もアップできる、そんな動画をアップしていきますので、いいなと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは早速このニュースを使いながら、ユニクロの快進撃、ファーストリテイリングの快進撃、なぜか、そういうところもしっかりと注目しながら英語力情報力上げていきましょう。 Let's get it started。 さあ、それでは左側の NHK ワールドニュース、右側の原稿ありで見ていきたいと思います。原稿読まれているところ、このようにカーソル合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。字幕がなくても聞き取り挑戦してみよう、聞き取れそうだという方は、左の NHK ワールドニュースだけ集中してみていただければいいと思います。それでは行ってみましょう。 Let's try to understand the outline of this NHK ワールドニュース with English subtitles. Let's try it. Japanese clothing giant Fast Retailing reported record sales and profit for the 6 months through February, mainly thanks to brisk sales overseas. The operator of Uniqlo outlets on Thursday said its consolidated revenue for the period rose 9% from a year earlier to nearly 1.6 trillion yen. That's more than $10 billion. Net profit rose almost 28% to about 196 billion yen, or nearly $1.3 billion. The company says sales were strong in Europe and the United States as it gained better brand recognition, helped by the addition of new stores.Demand rose in Southeast Asia for underclothing. In China, sales were stagnant due to milder winter temperatures and worsening consumer confidence. The company says it will review its China sales strategy. Sales in Japan dipped about 3% from the same period last year as warmer weather reduced demand for winter apparel.いかがだったでしょうか。字幕ありで見てみましたけれども、ニュースのアウトライン概要を聞き取れましたでしょうか。ユニクロを運営するファーストリテイリングですけれども、過去最高益を更新しているということで、ヨーロッパアメリカでですね、ベターブランドレコグニション、このユニクロというブランドが、よく認識されてきたことによって、売上が伸びているというようなことが言われていました。それでは今聞いた NHK ワールドニュースの、キャスターの上手な英語を思い出しながら、私たちも英語字幕を声に出して練習、スピーキングの練習をして、日本人が苦手と言われている英語のスピーキング力をアップしながら、難しい単語表現、そしてニュースの詳細の意味、日本語字幕も使いながら見ていきましょう。それでは行ってみたいと思います。左側英語視聴者の方ですね、声が出せる方一緒に声に出しながら英語を話す練習をしていきましょう。Japanese clothing giant First Retailing reported record sales and profit for the 6 months through February, mainly thanks to brisk sales overseas. The operator of Uniqlo outlets on Saturday said its consolidated revenue for the period rose 9% from a year earlier to nearly 1.6 trillion yen. That's more than 10 billion US dollars. ということで、日本の衣料品大手ファーストリテイリングは、主に海外での好調な販売のおかげで、2月までの半年間6ヶ月間で過去最高の売上高と利益を報告したということですね。ウコンではない、ウニコではないですね。ユニクロアウトレットの運営会社木曜日、ユニクロアウトレットの運営会社木曜日、当期の連結売上高が前年同期比 9% 増の
1兆6000億近くになったと発表した、ドルにして100億ドル以上になっているということですね。ものすごい巨大企業になった。私が若い頃、ユニクロといえばフリース、ユニクロといえば、まあ、下着ってことですね、まあ、ダサくて、見えるところには着れないっていうことでしたけど、今はもう立派なブランドになって、すごく大きな会社になっているということで、本当に、まあ、経営陣、柳井さんの経営手腕とかですね、経営陣の方がものすごく、まあ、努力をして世界に打って出て、そしてブランドも確立して、他の、アーティストとコラボなんかをしてですね、どん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 服をかっこよくして、そしてもちろん品質も良くしてですね、低価格でやっていくということが、まあ、すごく大成功しているということですよね。さあ、では単語表現見ておきましょう。ここは特に難しい単語ないですけども、consolidated revenue ですね。連結ですね。まあ、いろんな子会社なんかもあるので、consolidated revenue。連結の売上高が 9% 上昇して、トリリオン1兆ですから、1.6 trillion Japanese yen。連結の売上高が 1兆6000億円になっているということですね。じゃあ次見ていきましょう。ですね、Net profit rose almost 28% to about 196 billion yen or nearly $1.6 billion. The company says sales were strong in Europe and the United States as it gained better brand recognition, helped by the addition of new stores. Demand rose in Southeast Asia for underclothing. 純利益も 28% 増の1960億円、つまり13億ドル近くになったですね。ファーストリーディングによれば、新店舗の追加によってブランドの認知度が向上して、ヨーロッパとアメリカでの売り上げが好調だったという、グローバル企業ですね。ヨーロッパでもアメリカでもユニクロというブランドが認知されて、認識されて、売り上げがどんどん伸びているということです。東南アジアの需要でも高まったのはアンダークローズということで、まあ、下着関連ですね。まあ、ヒートテックとかですね、あとは何でしょうか、夏でも涼しくいられるドライですね、ウルトラドライとかいろんなものがありますけど、本当に着心地がいい、品質がいいと思います。それではここ単語表現ですけれども、ここもですね、難しい単語ないですけれども、情報としてですね、ファーストリテイリング、ユニクロ今どこで売れているのか、ヨーロッパとかアメリカなんだなということがしっかりわかりますね。そして東南アジアなんかでも、まあ、アンダークローズ、下着なんかの売り上げがどんどん伸びている。さあ、では次ここ見ていきましょう。 In China, sales were stagnant due to mild winter temperatures and worsening consumer confidence. The company says it will review its China sales strategy. Sales in Japan dipped about 3% from the same period last year as warmer weather reduced demand for winter apparel. 中国では冬の暖冬と消費者、信頼感ですね、悪化により売上が低迷したということで、まあ、中国景気が良くないので、皆さんが財布の紐を締めてですね、あまり買わなくなって売上が低迷したと、ファーストリテイリング中国での販売戦略を見直すとしていると。そして温暖な気候により冬物衣料品の需要が減少したため、日本での売上は前年同期約 3% 減少したということで、暖かい冬だとですね、やっぱり、あ、そんなに着込まなくてもいいなっていうことで、衣料が売れなくなったりですね、します。そして、日本は何と言っても超少子、超高齢化、購買力もですね、どんどん落ちてきていますので、やっぱり今、企業が稼ごうとすると、元気のある市場、例えばですね、まあ、アメリカなんかは元気ありますし、ヨーロッパ、そしてインドとかですね、人口純欲。インド、私も出張できていますけど、まだ街中にユニクロ見かけたことがありませんので、まだまだインドでですね、販売を伸ばしていけるのではないかなと思います。さあ、では単語表現見ていきたいと思いますけども、スタグネントというのですね、低迷する、元気がないということですね。スタグネントチェックしておきましょう。この Google 自動翻訳の音声入力を使うとですね、自分の発音が英語で通じるかチェックできます。言語を検出するのを英語にして、この音声入力による翻訳をして、stagnant。Chinese market has been stagnant due to recession。こんな感じで新しい単語と文章を作るとしっかりと覚えれると思います。stagnant。Chinese market has been stagnant due to recession。stagnant。まあ、停滞している、経済が伸びていないというですね。中国市場は不況の影響で停滞している。 China's market has been stagnant due to recession という感じですね。
スタグネント覚えておきましょう。そしてレビューというのは見直すんですね。ファーストリテイリング中国あまり元気がないのでレビュー is China sales strategy ということで中国での販売戦略を見直すということですね。まあ、本当に素晴らしい経営者というのは行動が早い、見直しも早いということで、やっぱり儲かるところにどん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 資源人材投入していくということですよね。そして日本 Reduced demand for winter apparelWarmer weather ですね。暖かい冬の気候が日本でもあったので、まあ、アパレルがあまり売れなかったということですけども、本当にこの医療業界、今世界で騒がれている問題になっているグローバルウォーミング、気候変動の問題ですね。暖かい冬になるとそんなに分厚い、服がいらなくなって、あまり売れなくなるかもしれないということで、今後この気候変動がこういうアパレル、ファーストリテイリングさんなんかも含めてですね、まあ人々の消費行動を変えていく可能性はあるかなと思います。さあでは英語と日本語を使いながらしっかりとどこでファーストリテイリングユニクロが稼いでいるのか、ですね、しっかりと分かっていると思いますので、次は3番目いってみましょう。総まとめということで字幕なしで英語のリスニング、そして NHK ワールドニュースの映像とともに学習した単語表現、そしてニュースの内容をしっかりと聞き取って英語のリスニングで単語表現です。そしてスピーキング力もしっかりと話しながらですね、上げていって、そして最新のニュースで情報力も上げていきましょう。それでは Let's try to understand every details of this NHK World News about first rating record sales without English subtitlesLet's try to understand every details only listening English. Let's try it. さあ、それでは集中してアクティブリスニングで見ていきましょう。Japanese clothing giant Fast Retailing reported record sales and profit for the 6 months through February, mainly thanks to brisk sales overseas. The operator of Uniqlo outlets on Thursday.said its consolidated revenue for the period rose 9% from a year earlier to nearly 1.6 trillion yen. That's more than $10 billion. Net profit rose almost 28% to about 196 billion yen, or nearly $1.3 billion. The company says sales were strong in Europe and the United States as it gained better brand recognition, helped by the addition of new stores.Demand rose in Southeast Asia for underclothing. In China, sales were stagnant due to milder winter temperatures and worsening consumer confidence. The company says it will review its China sales strategy. Sales in Japan dipped about 3% from the same period last year as warmer weather reduced demand for winter apparel.さあ、いかがだったでしょうか。しっかりと英語、映像とともに聞き取れましたでしょうか。ユニクロ運営するファーストリテイリングさん、私が若い頃はフリースのみ有名だったということでですね、そこから考えるとものすごく発展して大きくなって真のグローバル企業になられたなということで、今画面に映ってる、柳井会長ですかね、ものすごい経営的な手腕があるんだろうなと、まあ、想像できます。こんな感じで英検一級価値チャンネル、最新ニュースを使いながら英語力、そして情報力どんどん上げていけるような、そんな動画配信していますので、一緒に英語力情報力どんどん伸ばしていきましょう。視聴者の皆さんは今回どんな新しい単語表現と出会い、どんな情報を得て、どんなことを感じましたでしょうか。まあユニクロ昔はもっと安かったのに、まあ最近はインフレの影響があるから仕方ないということもあるかもしれませんけれども、確かに品質はいいけども値段も上がってきたなという印象を持っているのは私だけでしょうか。まあそうはいえども、ヨーロッパアメリカでどん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 事業を拡大して売り上げを上げている、記録的な、最高の収益リベニューとですね、ネットプロフィット営業利益を叩き出しているということで、素晴らしい会社だなと思います。Thank you very much for watching my video till the end. I hope we could get new English vocabularies and expressions from this NHK World News and very interesting and important information about first retailing from NHK World News. If you think that my channel, again, Kyukaji channel, is good for you to improve your English skills, please subscribe my channel and please give me a good evaluation for that. Thank you for watching.Let's improve our English skills and expand information knowledge together. Thank you for watching. Have a good day. Goodbye.